2022年3月12日、JR 各線はダイヤ改正を実施。西日本旅客鉄道は大阪東線で普通電車として使用していた201系をすべて221系に変更しました。これは2022年2月27日に網干総合車両所宮原支所で撮影した映像です。多くの221系車両が留置されていました。しかし、2022年3月12日には姿が見えなくなっていました。なぜなら、大阪東線で普通電車として運用されたからです。この MC610 編成も先ほどの網干総合車両所宮原支所で写っていた車両ですね。221系では電車にトイレがつき、前向き座席のクロスシートの車両になります。